越しやす三条名店街、今回は JTB 前で開催されている京都クラフトフェア2011、三条名店街で行われている京都クラフトフェア2011についてお伝えします。11月8日、11月22日、12月6日、12月20日と残り4回行われるんですが、今日は10月25日初日に取材に伺っております。さあ、若い皆さんが出展されてるんですけれども、初日の今日は、こんにちは。はい、はい、こんにちは。さあ、お話を伺いますのは、まずお話を伺いますのは、ハッターカズさんのお店です。はい、素敵な帽子がね、いっぱい並んでるんですけれども、はい、ハッターカズさんというのは、ハッターというのはこうお仕事、職種になるわけですか？そうですね、シンプルに、まあ、帽子屋っていう。帽子屋さん、はい、そうですか。はい、そうですね。お名前は、河本和之です。河本和之さん、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この帽子屋さんになろうと思われたのは何かきっかけあったんでしょうか？もともと洋服の学校に行ってたんですけども、まあ、ちょっと洋服を作るのはちょっと大変なので。そうですか。帽子も大変かなと思うんですけど、小さくできなんか手頃にできないかなみたいな感じで、まあ、ちょっと安易な動機で始めたんですけど、まあ、やってみるとこれがすごく楽しくて、はい、でもずっと6年ぐらいですかね、作ってます。あ、そうですか。はい、はい、で、まあ、自分で、まあ、本業にしたのはもう今年からなので。今年から、はい、あ、そうなんですか。はい、それまでは帽子以外にアパレルの会社で働いてました。あ、そうですか。はい、はい、今この、こちらに作品が並んでいるんですけれども、はい、今年結構いろんな帽子の形が、はいはい、人気があると思うんですけれども、はい、今年の、はい、まあ、こんなのが人気があるっていう何かその形とか素材とか、ね、フェルト地も結構多いと思うんですけれども、そうですね、どうでしょうか。はい、今年の流行というか、はい、そうですね、やっぱり、ずっと中折れのハットっていうのはちょっと流行ってるんですけども、まあ、秋冬で特に気になっているのはやっぱりヒョウ柄ですかね。あ、そうですか。ヒョウ柄がすごくやっぱ人気ですね。はい、僕もかなり今回もヒョウ柄が多いんですけども。はい、そうですか。はい、はい、お昼からの出店されてましたけれども、はい、どうですか。もう、大体終わりの時間なんですが。そうですね、売れました。3点売れましたけども。いや、すごい。はい、大体1個おいくらぐらいなんですか？そうですね、まあ、今回はまあちょっと、キャップ と、リバーシブルのハンチングと、まあ、大体こうリバーシブルをテーマでやったので、まあ、それでも1個3000円っていう商品もあるんですけど、まあ、大体ハットで6000円でやってます。はい、はい、三条名店街でこういうふうに出店してみてどうでしょうか、感想は？そうですね、人通りがやはり多いので、いろんな出会いがあるので、ま、もっともっといろんな人と出会って作品を作っていきたいです。そうですか。はい、はい、これからもどうぞ三条名店街より、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、素敵な帽子が並んでいるんですけれども、お隣のお店の、これはカバン屋さんでしょうか。こんにちは。お話伺いました。ちょっと自己紹介をお願いできますか。西陣織を使ったバッグ、小物を作ってます、河合大二郎と申します。はい、ちょっとこの作品を見ながら、はい、こういう特徴があるんだということをご紹介いただきたいんですが、西陣織を使った小物っていうのは、大体市場にあるのは、アンティークの生地であったりを、潰して作っていらっしゃる方が多いかと思うんですけども。普通そうですよね。はい、うちのは自分が家業が西陣織の帯地をやってまして、はい、まあ、それを利用してできたらいいかなということで、柄から一から作って、これ用の、柄を使って、制作しています。あ、そうですか。はい、結構一からされるんでしたら、はい、本当に手間暇かけてと
いうことですよね。そうですね、まあ、一から、まあ、カバン用のパターンを起こしてそれに合わせて柄を考えて、作ってます。そうですか、はいはい、どうでしょうか、この三条名店街にクラフトフェアとして出店してみて、はい、感想は何か一言。やはり人通りが多いんで、目に触れる機会が多いというのは良かったかなと思っています。そうですか、はい、これからもどうぞ三条名店街をよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。はい、はい、もう本当にこのいろんなオリジナルの柄で作られたカバン出展されています。普段はインターネットで販売されているそうです。ぜひ皆さんもインターネットで検索してみて、買ってみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。